伊勢のやり方が狭い狭いなお前まあ彼氏ができますように言うでしょ。そう、言いそうだったそう、俺後ろ振り返って、俺めっちゃ帰ってきてねえな。シソ行けるこれ、これ多分深いで、あーこれ結構な、結構や、急やで、上がらんとか、ここで一気に上げるから、普段キャッ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 遊んだな、あのとこ行ってる思てんねん、見えへんところで努力もしてるのよ、ね、うん、いいかったやん、あそこ登り切るまで多分このサブ続くな、俺今日ぼっかちゃうからさ、上見てわあまだ結構あるなぁ思って、どんくん言うて登らすね最後も。やらしい突き方かな。お、ほんまや、おめでとう。だけどこの2階ですか、こっちなの、と思ったから見てて、持ち方ちょっと使い方だけでもやったら来週行くやろ、だからちょっと頭入れとって練習でやってきたらいいのな、俺ね優しい心遣いやんけど、おかみさんがいっぱい甘えておいで、どこで、いつ、なんで今日は俺が甘いねん、前見に言うとってよ、俺ご主人と誘ってくれて行くねんって話してね、姫さんと向こうの話を前にしとったから、俺殿様さんか、来てるの、どっちが女子だから使わない、女子か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 
朝ごはんはそれザーサイか。ザーサイ。なあ。ザーサイとスモークタン。スモークタンと。高田明太のね。500缶と。まあ。そんな俺ね。あと何時やろ。6時19分。大体酒飲みない。酒飲みの効果としてなんか酒飲みないとかちゃんとしなあかんないよね。必ずそれ飲みながらやね。このビスとか自体もなんか微妙な特急列車みたいな。何微妙な。何で微妙な。微妙な特急。ちゃんとした特急じゃないというね。その島風とかに乗ってるのは。前がビスタ乗りたい、ビスタ乗りたいんだけど、よっぽど高級なものがね。2階建てにやられたんだ。中身あんま見てない。そう、行動職とかあの辺買って行動職言う。え、いや別にいいけど。なんお茶とか買おう。お茶蜜いっぱいある。20リットル入ってる。ありがとうございます。そうなの。今で22弱。そんな最初からそんなつもりで。それあとビール3キロ26。ビール若干で25キロちょうど。25キロ勝ちでも2時間耐えたらすごかった。まあでもコースタイム2時間やろ、こっちはね。なかなかだ、急遽って言われてるんだけど、帰りはだから逆に緩やかなって気が怖い。今昔ボッカトレしなあかんかって、ボッカトレ一人で、みんなにできへんかって、一人死んけんか。あの時、27ぐらいやったところで背負って、無駄がたけど持って。無駄結構何倍やペットボトルの水が入れとってんが、マンサーだな。それでホースつけとってんが、頂上行った時にちょっとペットボトルとザックでぶち投げたわけ。めっちゃしんどかった。よいしょ。すごいな、このザックのさ。これ何リッター？55プラス10。55プラス10か。だいぶ経ってんの。でも大体今60リッター分ぐらい入ったんだ。入ってんね。これ今俺27リッターの。5リッターぐらい。5リッターもない。5リッターもない。2リッター。2、3リッターってとかな。ビール5つ入ってもな。3キロ。8分20分やった。行こうか。行けたやん、バス。ちょっと気温上がってるかな。晴れかな。これおつぼ、おつぼが竹か。え？つぼねが、つぼねが竹。おつぼねのつぼね。うん。これ何やろ。怖い。おつ、おつ、何回言うとも分からへんわ。つぼねが竹。
今9時12分50分ぐらい、ワンちゃん、かわいい、かわいい、キュッて見て、ザックが軽すぎてさ、持つこれ、なんかな気持ちあるよ、軽いの、なんか私もさ、リョウゼンさ、何も持たんと言ってた、言ってたやん、うん、なんか気持ち悪いね、なんかどういうんかな、しっくりこうへん、風がやらしいな、これ風なかったらそうでもない気温な、え、早い、軽そうなラックやな、テクテク歩くのいいけど、ちょっと待ってや、そうな、早いね、それ忘れとったわ、何倍あると思ってんの、じゃあそれな、ちょっと夕間ちゃんまでやらなかった上な、これでも関西100メートルやねんな、そうそうそう、お前だよ、岩岩しいな、面白そうやね、でも岩っぽくなかったよな、関西の槍ヶ岳っていうんじゃないねんな、伊勢の槍ヶ岳、伊勢の槍ヶ岳狭い狭いな、狭いなお前、はい、関西含めて危なかった、伊勢の槍ヶ岳あるやんな、山にしてはピュッて立ってるよな、うん、立ってる立ってる立ってるでも結構ええとこ、まあ、こう山いろいろ見えるって書いてた、あの行けるってどこでやるの、え、いや、違う、ほんまはついてからほんま持ってはどこのが一番いいね、まあな、ちょっとした使い方だけやから、うん、ゲルコーダー出てる、説明で全然変わるよ、うん、これ結構あれやな、神社まで案外あんねんな、ある、お前とそこまでみんな車やけど な、あ、そこそこそこ、うん、これもビールも飲んでるから知らんやん、それが汗となる、そんな分かってることやんか、距離短いから疲れさせてから行こうと思う、待て待て、かっこいいこと言うてただほんまは日本飲もうと思ってたんやけど、うん、昨日のお酒はまだ濡れていなかった、あの時点でもうなんか奥の方に見えてきた、あれ、あ、綺麗な沢、小川がある、小川、うん、確かにあの帰りの方には滝の名前が書いてた、ほんま、あれちゃうな、神社まだ遠いな、うん、そこでザックの重さ測んねえろ、うん、松村さんの俺にも測ってみよう、そうやな、なかなかこれ途中から急やったな、汗、うん、ただただ流れてきた、ああ流れるよこれ、いきます、そっちだ、そっちだか、こうか、でもバーンって倒れんで、超えてるわ、24.8、 24.9、 25やな、ジャスト25ぐらいな、うん、あーしんど、持ち上げんのがしんどいわ、よし、ほんなら今度俺のザックや、せやな、重そうやな、重そうやで、お前ちょっと待ってや、気合い入れな、持ち上がらないかもしれん、行くわ、花あー、3キロ超えてるわ3キロ超えてるやん重いな、3キロ超えてもてるやん、3キロまでって言ったやん、あかんやんか、3キロまでやったら、ビールより重たいな、それは多分 0.06 はその缶コーヒーやわ、ビールと同じ重さやで、今日私が担いでる、そうやな、今あん中に3リッター入ってもなちょうどこのコーヒーの残り分ぐらいな、ちょっとオーバーは、私この上着入れたらちょうど25、うん、そうやな、勘弁して、うん、私も勘弁して、うん、25って歌っていい、いいよ25じゃあそこでもこれあの
サコッシュつけてるやんか。そうやな、これあるな、うん、サコッシュ 500g あるんちゃうか。どうやって測るの？何アホなことしてんの？これ測るとこないか分からへん。ここつける見て。おお、0.7 あるわ。マジで？700g あるわ。やばい、25kg 超えてもうた、うん、大変、どうしよう。これ700もあるの？700あるわ。なんで？ほんまか。あ、ある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 、700あるよ。これにいっぱいです。おお、あるあるわ。よし、これで上がれば目標達成や。25kg。なんで？重い荷物の担ぎ方っていうの知らんで、私。うちは結構あのあれ、ハウトゥーもやってくれっていう人が多いね。私でも足で壁がある方が楽やねんけどな。DM とかでもなんか兄貴ハウトゥーモンとかやってやってくださいとかいろいろって言ってんけどさ、うん、俺の言うことは聞かん方がええって言ってんけど。そやな、うん、一口に25言うけど重いでな。重いよ、だって20リッターのさ、うん、あのビールの樽より重いんやで。あれ担いでるってばっかり。何度お前の基準は全てお前ビールだろうよ。わかりやすくない？わかりやすやろ。お前普通キロ数えて分からへんけど、ええー、とか言った時に缶ビールお前それ20本分やねんとか言ったら、あ、そうかとか言うもん、たまにな。わかりやすい。だってビールの樽ってさ、買えの結構うわーってなる、知らんわ、行けやよ。ちょっと待ってよ。なんかいつも全て今あの単位がビールやもんな、お前。まあいつも見てるかわかりやすいやろな。だってさ、お金の単位もビールの方が分かりやすいもんな、うん、発泡酒何本分とか。そうそう、だってな、敷地面積もさ、うん、東京ドーム何個分とか言うやん、うん、ピンとこうへんやん、うん、知らんもんだって、うん、地図法がビールのもう1年分とか言われたら、あーとか、わかる、そういうこと。知らんわ。ちょっとここ登ってみようか。これな、ここ登ってるかな、これ。もうそれ山入ったのお前すぐあのこんなとこ登らんの、すぐ公園とか登るの。だって今日神社までやろ。だいぶ遠いな、お前。遠いね。あれやん、展望台。つぼねがたけ神社。これさっきなんか書いてあったけど、あのほら、お参りしたらさ、怪力を手に入れるって書いてあったんか。ああ。怪力手に入れるんちゃうか、お前。ボッカガールや、ボッカガール。え？ボッカガール。映画できそうやね。ボッカガールな。映画撮ろうか、今から。ボッカガール。海歩くだけやけどな。うん。じゃあ、そのハー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 息遣いをするのが、一部のワニアにはたまらんかもらうぞ。R15 してとかしなかったか。みんな、しんど。かわいい、狛犬。目これクリアで、目書いてない、これ書いてるよな、書いてるの、書いてはるわ。はい、はい、こうなん、うん、これ危ない、これこれ2例2泊か、神社はこうそうじゃないの、そうか。ちょっとやってるさ、あいつに喋らんといてよ。はい、わかりました。2例お前、彼氏ができますようにって言うだろ。そう、言いそうだって、ちょっと今日は帰りき今日帰りきか、いつもそれしか願ってないからな。なかなか叶わへんな、言い過ぎたかな、いろんな。これサンドイッチとバームクーヘン、何がほんまやお前、ザーサイと500の缶ビート、何やったっけ、何スモークタンと鷹の明太おにぎり。完全単身赴任の親父の飯だもんな。な、似たようなもんな。俺だってお前ないんで、朝ごはんどうするとかって、パンどうのこうのって、で暇やったから静岡のなんか焼きたてのパンがなんかでも買いに行こうかなと思ったら、あ、そうなん、いや私朝スモークタンなんで。何スモークタンって、何のおしゃれな食い物なんだろう。スモークパンって言ったよ。パンって言ったからだけど、なんかんかんない。何をと思って。
なんか俺の知らんまたおしゃれな国も出てきたかと思ってさ。セブンイレブンこれでも結構な、あの YouTube で上がってんね、この山。あ、そうな。うん。まあでもその関西百名山やから登ってるっすね、登ってんちゃう。さーっと流し見してんけどな、あの山らしいな、登山道もな。うん、コケコケのとことか登ってる。うん、あ、ここや、分岐。これか、9だよ、9。帰りは不審で、これが帰りこっち帰るってことな。あ、そっちの方が緩いねって。あ、周回本来できんねや。そうそう、こうぐーっと、へえ、いいな、うん、それきつくないと面白いんだよ、登りは。かっこいいな、言うことがかっこいいわ。だけど帰りはな、そのなだらかで降りてこれるって書いててな、うん、あ、松村さんの足がええな。そうやな、優しいな。そうやろ、いろいろ考えてるねな。俺とお前の二人の動画はもう愛を感じるわ何がいいか分からへんけど愛を毎回育んでるな親父やったな、山の親父や。もうそろそろな、もうあと何年かしたら介護登山しなあかんから、練習もしとかなあかんしな、うん、元気な時にな、介護登山の練習引っ掛けとくよ、その代わり一人で歩かれたら困るし。え犬の散歩みたいな。そのうちあれかな、なんかこのあの台車みたいに乗ってる子もあるそれ引いたらいい。そうそうそう、ハーネスにおもとつけといてあげるわ、もうすぐ開けるようになおむつ型のハーネスやな。そう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 、そこまでして登らなあかんのトイレ近なるからな、登ってる途中でな。そうそう、困るから。これか、登るな、いきなり。おお、結構急やな。お、いきなりやね、うん、いや、むくれる。やる気やな、お前もハイドレーションまでつけてるってことは思わないな。ノンストップで上がっとろかっていう気やな。だってこう下ろすの嫌ちゃう。え、いや別に私もう下ろしたないねん、うん、でプラスさ、これハイドレーション3リッター入んね、水が、うん、だから入れてきて、これこの水自由に飲んでいいよ。あ、その水か、うん、あの前にまた俺ちょこれちょっとせんでんねんなこれ私のしやめてお、なるほどね。さあ、頑張っていきましょう。うん、12時何分だ。ちょっと待って、今何時？ 10 時8分。うん。1時間も遊んでた、明日で。1時間もしょ？でもさ、9時。バス着いたん9時10分ぐらいよ。そうやろ？ほんならやっぱ1時間今経ってる。うん。あ、でも山頂までやっぱ2時間やわ。こっから。こっから2時間。うん、だから、そこに車を止めてあったやろ。うん、だから、こっからこっちまで15分って感じやな。で、こっから、ほんまの山道入って2時間か、うん、まあぼちぼち2時間では行きたいな、うん、それ以上遅かったらどっか取れる。かっこええな、今日なんかどないしたん、しーちゃんどないしたん、かっこええんか。いや、怖さないところは強いね。かっこええな。岩登りが入ってきたらな、めちゃ気温はない。俺今日あんまりカメラで映らんとこは3キロやから。答えるか、後ろから今日3キロやからな。ざっと見比べてください、うん、3キロのうちあれやからな、あの着てた上着が 1.2 キロぐらいあるからよし、おお、結構登るじゃん、うん、小学校からずっと悩んでいつも疲れるタイムがさ、去年も5アールやったからさ、なんか今年も出てるかなと思って。そうやね、去年もポワールって俺、今年もって気づいて。え？え？え？あの箱置いたんで、去年の箱な、俺。あ、そうな。俺意外とそういうの置くタイプやねんか。ほんで、あ、パッと、これ去年の箱やな、思ってパッと見てんか。うん、あ、ポワール、去年もポワールやん。食べたことないけどな、私、ポワール。またちゃんと。ホワイトで楽しみにしときや。え？選んでいいから、
この間ミッチさんのところで久しぶりに1ヶ月半もで飲んだやんか、うん、やっぱうまいな外で飲むとガッパガバ飲んでもた俺ガバガバ飲むのはいつも一緒や、うん、めっちゃ飲んでもた。ジョイさんがさ、うん、いつも手土産くれはんねんか、うん、もらえへんかった。この間北新地3度ミッチさんめっちゃ興奮しとった。ミッチさんも思うてんか。あ、そうなの。うん、暑っ。あ、そう、うん、俺後ろ振り返って、俺めっちゃ快適やね今。このちょっと日が当たって木漏れ日の中、はあ、ちょっと涼しいな。涼しさないの今。こんな荷物でさ、うん、俺、うん、何年ぶりやろ歩いた。悩むんやったら今のうちで下ろして。下ろすの家から取って。どこに入ってね。下。ちょっと開けたらまた濡れ始める。お前なんかお前これ。後ろからこうやってパッと見てピラってこうやって開けてるっていうのやらしいの、うん、なんかえだからな、うん、あのなパンツ下ろしてるみたいとかな、うん、だから全部言うなってお前いつも。あの虫精神的にやられるもんな、うん、野山とはほんまにえぐかったんでしょ。ああもうな尋常じゃなかった。5時間ぐらいずっとずっと俺もプラスチックでさ、これめっちゃ女の子やったらめっちゃ嬉しいのになと思いながらさ、もしずっとついてるとかそんな思いながら登っとる。虫やからこんなになんかものすごい不快感感じるけど、これ女の子やったらそうでもないんやろな思いながら。だってお互いほらもう喋ったら口の中に虫入るから喋らへんやんか。だからなんかいろんな楽しいこと考えとって、今日はでもほんまに静岡に誘ってもらってからおおめっちゃ楽しみにしとったよ。この間ほら飯盛り行ってさ、その後ブラブラ歩いて1時間ぐらいで怪我しとったもん俺。だから不完全燃焼やったから。そうやで。こっちはこれやで。うん、こうやけど、こうや。こうじゃないよ。こう、曲がってない。いや、あれだんだんまっすぐやで、お前。嘘やん。お前。こう、そこ、なかなかやで。だからそこ、その樹林帯入るまで結構急かもおらんね。なあ。うん。なかなかやで、これ。これなかなかやぞ、お前。いや、ええけどさ。転ばないでね。歩いてた。うん。どうだろう。多分松戸さんまで押しつぶしちゃう。うん。これなかなかやで。もう本当いつもこれやったけど。おー、これは登るね。この時間で来てたな。いいねこれ。シソ見てよこれ。これ多分これで。マジかよ。ああ、これ結構な。結構や、急やで。そうやんな、2時間であそこまでってなったら結構上がらんと。上がらんとか、ここで一気に上げるから、こっからちょっと、しんどいかもね。喋ってる場合じゃないかもこれ。でもさ、最後も急とって書いてあってんけどな。一回だから登って、一個目の手前の山を越えて、二、うん、発目だからピークに向けてが、うん、きついんちゃう。さあ、頑張ろう。なんかこの初めてのどうなんかなってずっと思ったけど、牧歌動画ってすごいな。いや、なんか昔に俺の子に牧歌とかトレーニングしてる動画も上げてくださいとか言うの、女も何も見ておもろいのと思ってさ、無言で必死になって歯吐いながら残ってるのに。ほんでカメラでなかなか荷物の重さって伝われへんからさ、うん、でもこれもう松丸さんとリックのサイズ感見たらもうだいぶ分かるやろ。まあな、そのために俺来てるからね今日。
でバイト代が焼肉やろ。ああ、これは結構キュートやわ。体にでも体温まってくるもん急に。そうでしょう。ちゃんと水とか長いのにみんな、なんな藤本の動画見たらな、普段キャッキャッキャッキャ言って遊んだな、あんなとこ行ってる思てんねみんな。見えへんところで努力もしてるのよ、多いのね。うん、まあ、これは来週どんだけお酒を買ってくるかとかしてくるからですね。お前のモチベーションそこやもんな。でも大したもんやん。え、大したもんやん。もうちょっとペース落ちてくるかと思ったけど、ペース落ちない。結構ゆっくり登ってる。うん、だから立派やって。ありがとう。体力だけが取り入れる。もうお前にはついていかれへんが、用意かんわ。一緒に。なんでそんなんやな、私やねん。え、私の荷物持ってる。多分これ、こっち登り切るまでこのシャドウやな、多分。あの、こっちの手前の山な。ピーク買ったやん。あそこ登り切るまで多分、このシャドウ続くな。上見とったらな。ほぼほぼ山頂だってあんな。俺今日ぼっかちゃうからさ、上見て、うわぁ。まだ結構あるなぁ思って、のんきに言うけど、担いとったら俺絶対上見えへんよ、もう。まあ言うてもなぁ、1000メーターはあるって言うけどから。高低差で言うたら、600ぐらいあるんじゃん。ありそう。あのバス停からもあんま上がったもん。上がった上がった。小1時間歩いてねえからな、うん。あれでも。まあまあ、坂を。でもあれ見たらええペースやけど、残り見たら1時間、やっぱあと30分かかる、うん、絶対な。でも、2時間つきそうやな。かからんと思うねんよな。けど他の履歴とかの人でもやっぱみんな2時間つきやな。ここ、うん、往復で4時間かからんぐらい。下山とか早いし、1時間ぐらいで降りてます。それは降りるやろな。うん、あ、冷たい。風が冷たいできた、ね。うん。なあ。ほんまやな。氷やな。氷やろ。ああ。面白いな。グローブするわ。え？登らすね、最後。やばい。これ結構最後辛いね、これ。これ一個一個体上げるのしんどいな。ちょっと歩きやすい道になってきたね、うん、これでずっとつづらで上がってくれたら最後な、嬉しいけど。あれでもスカイライン結構見えてきたな、近くに。もうその辺やんな。もうこのまま上がったもんじゃ、これぐらいの道で。うん、多分もう、でも言うても空の時間に。うん、そんな、そんな、見て、そんな悪い道なさそうやで、上まで。9と芯がこう交わって、うん、で、最後、スピークに出てくる。だから、あの置いて、あの尾根乗っかってもらうじゃん。乗っかってこっち、右へずっと行くんじゃん。ぽいよな。うん。あっちが芯。もう、景色は、ここ。ね、木じゃないの。うん。もう、ええっちゅうの、そのネタ。うわ、映ってるのかな。あ、今、キラキラしてる。なあ。今一番キラキラしてるよ。うわぁ、きつそう、風。これは無理だな。
うわ、上上がったら上着ようかな。これ風で一気に体温下がりそう。出会いや出会い。お、急に風。うわ、寒っ。なあ。ハイキングちゃうかった。え？後ろにちょっと乗っかってるから、ちょっと気付けよ。あれさっき当たったところ帰りはまっすぐ行くんか。そうそうそう。下り怖いな。ゆっくりやるな。やっぱ最後ちょっと言わやな。ものすごい風の音した。しーちゃんナンバー。おお、綺麗な絵や。美女に雪が降り注いでるわ。バックショットやから間違いないわ。この辺も全然当たらへんな、うん、こっち面目やな、しそ、うん、この面の壁当たらへんな、うん、熱ここなあ、湿度が高い、急に寒暖差がエグいわ。お、開けたね。はい、これ体温、しずこれ体感の寒暖差、10度以上あるで。なあ、あと風吹いてるとこなんかマイナスの息やもんな、うん、こっち入ってきたらもうポカポカ陽気が張るやもん。汗立ち一気にできた。忙しいわ。うん、そこっぽいな。なんかな。それ上がったらピークちゃうか、それ。それ上がったらピークっぽいな。うん、いや、まあまあ、いくつでとるな。やらしい。つき方かな、うん。うっすらやから。二人ちょっと気ぃつけたら滑るかもかな。うん。ほら。わあ、いいですね。ここの段差を越えるのがない。難易度が高いです。そっちはそこに足で。体上げるのが重いわな。あ、ピークある。行くか。足上げてる。バリバリ。到着？お、お前。イエーイ、おめでとう。絶対損ないで。ほんまや。おい、Aピークや。お、お疲れさ。お疲れさでした。あー、しんど。寒いから澄んでるな、空気、うん、めっちゃ遠くまで見える、うん、あれ伊勢湾じゃん、伊勢湾、はあ、向こう、
やりました。ボッカガール。汗だくです。12時6分。2時間ちょっと切ったよ。5分切りました。途中ちょっと上来たりとかいろいろしたからな。十分十分上出来でございます。ペースも全然落ちひんかったし。今うん。結構渋かったんだ。これでもやっぱ下やな。え？下で食べる。うん。これ多分用意仕掛けてからえらいこっちはやめとってよかったってなんな。こっちと風やわ。海風や。これ向こう全部海やんか。あれだからこっちから当たってるからこの裏がいいんや、やっぱりな。もう飯行こうかな。はい、お疲れさん。ありがとう。ちょこちょ振ってよ。ワンカルビみたいになっとらんや。あ、うまっ。うまっ。ビビリやな、お前も。くずまさんも私はビビリやな。私今日は前で切って前見さんから言われてる。まあまあ遠いな。まっとくオファーな。私オファーしたよ。え、今日オファーしたよ。お酒はルルン考えたらヒントそら寒いな。寒いよ。もうこれこたつやで。これらの振りも終わりやな。トライオヤジのプッケルコース信用ならんわ。下山します。